や A 級のラストのぐらいので、あれ調子がいい時と比べたらどうやったかなって一瞬思ったんですけど、前回まあピピピしてるから大丈夫かって思って。そうですね、その前まで3場所ぐらい決勝乗ってなかったんですけど、前回は完全優勝やったんで、調子は上向いてきてるはず、まあ戦えるかな。結構でも順位の中でも長い距離踏んだりしてるレースもあったし、ね、はい、まあ、S 級決まってからはちょっと行けるときは行こうかなっていう。あ、意識的にちょっと長い距離も、そうですね、はい、ね、ただ目の前で行っちゃうから短い距離でピュッと行った方が、そうですね、絶対前かもしれないですけどね、はい、そこはもう先見せると思いました。楽しみ、緊張、いや緊張はまだ多分してないです、うん、実感湧いてないんで、うん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 、とりあえず走ってみてですね。ねえ、あの酒井健三からは、はいはい、あの多分勝たれへんって言われてるんで上からすだからもうあの負けても落ち込まんとっていう話。あ、なるほど、健三さんのアドバイスは重みがありますね。健三さんもね、まあ、1個下なんでね、逆にまああの絡んで、うん、ね、顔色変えれたらいいなと思って。時を現像して、はい、頑張りたいですね。頑張ってください。